And following up on sort of Jennifer's proposition that monetary policy will disappear, I think monetary policy. こちらは2020年に行われたとある会議の様子。安倍昼でもおなじみの成田悠輔さんがスピーチを行っています。その映像を見つめるこちらの男性、成田さんが他の日本人ができていないのにできている部分があります。それは音程が豊富なことです。成田さんに対し何やら評価をしている様子。褒めているのはスピーチの内容ではなく、成田さんが話す英語。こちらの男性は上川和明さん。シカゴ大学で社会学の博士号を取得後、アメリカの民間企業で働く傍ら、カズ先生と名乗り、SNS でネイティブ英語に関する発信を行っています。そんな上川さんを一躍有名にしたのがこちらの本。2007年に発売した書籍、その名も英語の度。長年英語の発音や聞き取りに苦労してきた日本人にとって、この本は革命的だと当時話題になりました。番組では英語の度の著書である上川さんを直撃。日本人がネイティブな英語を話すためのハウツーを聞きました。喉の奥から発音すると英語みたいになりますという感じなんですね。日本人の発音って口発音って僕は呼んでるんですけども、深いところから発生する、まあ言い方変えたら外国人みたいな声出したらいいよみたいな感じですね。上川さんによると、ネイティブな英語を話すコツは喉から声を出すことにあるといいます。一般的に日本語を話すときは口から声を発することがほとんど。それに対し英語を発声する際には喉から発声するといいます。そのため日本人が長年使ってきた口発音で英語を話すと、どこか違和感のあるジャパニーズイングリッシュになるそう。実際にやってみます。まずは口発音。See you later. Have a great day. では、喉発音いきます。See you later. Have a great day. このようにネイティブな発音に聞こえるというのです。また、英語がネイティブに話せるようになるには、この喉発音に加え、3ビートと呼ばれる発音を意識するといいそうです。日本語はおっしゃった通り、子音母音だけなんですけども、英語の場合は子音母音子音なんですよね。3つなんですよね。これ英語ので3ビートっていう言い方をしてるんですけども、きものだったら、日本語だったら子音母音、子音母音、子音母音ですけども、英語の場合はまず kim、kim です。kim、ね。次のシラブルは mon、mon。そして no。これら2つの要素を意識することによって、ネイティブな英語が身につくようになっていくといいます。広島県出身で、大学卒業後、アメリカへと渡った上川さん。ネイティブ英語の重要性を感じたのは、職場での疎外感がきっかけでした。透明人間のようにして扱われていて、会議に出ても全然こう、周りが僕の存在を見てなかったんですね。私の妻でジーナって言うんですけども、どうやったらネイティブにこう受け入れてもらえるだろうかって相談しましたところ、喉から喋れって言うんですよ。話し出したらアメリカ人が突然その日から平等に扱い出しまして、この方法を日本人みんなに知ってほしいと本を発売した上川さん。この喉発音はさまざまな言語に応用可能だといいます。英語だけじゃなくて、フランス語でもスペイン語でも他の外国でも語でも使えるんでね、他の言語にも応用できます。とここまで話を聞いてきましたが、せっかくならお二人もネイティブ英語身につけたいですよね。ということで、ここからはスタジオで一緒にネイティブ英語を学んでいきましょう。 Let's speak EnglishLet's speak. いやいやいや、もう喉から喋るって。いやでもなんとなくわかりますよ。
この辺から。そしてゆずりはさんのあの落差、あれはあかんな、あれはやりすぎやろ、いくらなんでもすっごい日本語っぽい英語とね、日本全員バカにしろみたいな感じでそこまでみんなそんな発音してるのはないですけど、ゆずりはさんにもトライしていただきました。さあここからはですね、英語の道50のメソッドの著者、上川和明さんにお話を伺っていきます。上川さん、どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。いや、よろしくお願いします。多分今の私の話し方もこの日本語っぽい口のこの辺でぐじぐじぐじって話してるってことですよね。もっとうーって話せってことですよね。そうですね、日本語甲高い感じがして、じゃないと日本語らしくならないんですけども、こんな感じで喋ってください。英語の時はごめんなさい、上川さんものすごい面白いんですけど、どうしたらいいですか。いやでもね、あの例えばですけど、僕らの世代、例えば小林克也さんとか、はい、レスヒット USA みたいな、こうこうちょっと下目、古田さんできてるとか、ケイブラントさんとか、クリス・ケプラーさんとか言われてみれば、みんなそうだ、クリス・ケプラーですとか、確かに確かに英語ペラペラ喋るからこれそうですよ、私たち崩壊しそう。だから喉からっていうのはちょっと音程下げるっていうイメージでいいと思うんですけど、どうですか上川さん。音程を下げると喉発音しやすいんですけども、はい、必ずしも低くなくてもいいですね、豊かに響かせる感じですね。あ、喉を響かせる感じですか、はい、開く、喉開くってイメージ、あの小林克也さん、はい、小林克也さんの、あの話が出ましたけども、はい、広島弁みたいな感じで喋んさいう感じかね、広島弁みたいな感じで喋る。ちょっとわからない。なるほど。じゃあそのあとはいろいろあるんですよね。こちらご覧ください。英語は日本語と違ってこの3ビートっていうんですか、はい、こういう音節の読み方も違いがあると、はい、そうなんですよ。これね、実は喉発音してたら自然にそうなりますなんですけども、例えば下の方のスリビート、はい、はい、例えば日本語って音節、テニスだとテニスって感じなんですけども、それを体を緩ませって言うとテンネスとなるんです。するとテン、つまり TEN で心母音心、そしてネスで心母音心でテンネスとなります。あの気だるい感じの女性をイメージすればいいんでしょうか。その通りですね、はい、気だるいという言い方もできますけども、大人っぽい感じという言い方もできますね。大人っぽい。古田さんお願いします。ただ僕たちって発音で覚えてるじゃない、テニスじゃないよ、はい、テニスですってこう覚えてるけど、そうじゃなくてもっとこうあのなんか発音こう習うじゃないですか、はい、日本と違いますよって、そうじゃなくて、はい、もうそういうこう気持ちを出してると大体そうなっちゃうってことなんですよね。テニスどうなす。すごいすごい。だから古田さんの方が近い気がします。手拍子で言ったらいいと思いますか。はい。テンネス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 。ではですね、ちょっと、はい、あの、はい、早速ですね、あの上川さんに指南いただきながら、日本語でその英語の度を使った練習をしていきたいと思います。実際にね挑戦しますよ、はい。はい。まずはこちらをちょっと見てください。この日本語をまず英語の度で。英語喉の発音でまずは練習してみましょうよって話です。いきなり英語行くと難しいから、はい、どっちから行きますか、はい、それも言ってくださいよ。私、うん、ある日森の中で熊さんに出会った。来てください、来てください。おじいさんのおじいさんはおじさんですか、どうですか。あの先生聞いて俺にはふざけてるしか聞こえないけど、先生今までいかがですか。ちょっと硬い感じが、ね、硬い、硬い、ちょっと硬い感じがするので、もう少し体の力抜いていただいて、もっと力抜く、もっと力抜く、はい、あ、じゃあちょっと半分だけコツを言ってもよろしいでしょうか、はい、お願いします、はいはい、コツはですね、首の奥に、はい、あの犬がうなるような音を再現しながらってやっといて、それを切らないようにして、その上に言葉を乗せる、ある日森の中みたいな、じゃあ古田さんどうぞ。ある日森の中ちょっとなんか今ちょっと福山入っちゃったな。ある日森ある日森の中熊さんに出会った、来てください、来てください。すごい上手。ちょっとやりすぎですか。いいですね、でもそういうなんか やりすぎぐらいでいいですかね。はい、できるだけ力を抜いてお願いします。わかりました、はい、来てください、来てください。ちょっともう一回リベンジしてた絵ですか。来てください、お願いします。来てください、来てください。おじいさんのおじいさんはおじさんですか、
そうか、福山雅治さんイメージすればいいんだ。英語得意なのかな福山さん。もう分かんないけど、でももうそうかも。携帯ください。今ちょうど映画やってるしね。そうです、ガリレオやってます。携帯ください。おじいさんのおじさんはおじさんですか、どうでしょうか。そんな感じで英語が上手くなるってことですか、はい、こんなイメージで喋っていいってことですね。そうですね、そうですね、このイメージで喋っていただくと上手になります。わかりました。今日は前編というかここのコーナーそれでいきますけれども、じゃあ次は英語などで英語を喋ってみたいと思います。はい、こちらです。絶対福山さんですこれ。はい、行きましょう。はい、行きます。 This is a pen. What time is it? てか私もう本当にそもそもこれ英語よく分かってないから区切れちゃうんですよ。 I listen to rock music. 弁当ボックスランチーズ Special to Japan. なんでこの文章が出てきたのか不思議だよね。最後は弁当ボックスランチなんて何ですか。はい、古田さん僕 This is a pen. What time is it? What time is it? I listen to rock music. 弁当ボックスランチーズ Special to Japan。おお、やっぱりなんか古田さんが3歩ぐらいリード。上川さんどうですか。あの上手ですね、ものすごい上手ですね、はい、古田さん上手、あの古田さんも上手で、はい、徳永さんも上手ですか。徳永さんも上手です、はい、はい、でもこういうのを繰り返してったら今はちょっと恥ずかしさがあると思うけど、あのやっていけばいいんですよ、はい、なんかちょっと見えましたよ僕は。あ、ないとは言えない。これは全然今までのアプローチは全然こう単語を覚えるとか、うん、そのスペルを覚えるとかばっかりだったけど、じゃなくてそうやったら喋れるんだとか、はい、聞けるんだっていうになってくるんじゃない。私あの外国の方インタビューするときに挨拶からまずできないんです。でもちょっと挨拶やってみようと思います、はい、ハローはどうしたらいいんですか福山さん。ハローって感じ。そうじゃないですか。ハローって感じです。ヘローもっとこう気だるくいかないで。ヘローは2つに分けて Hello っていう感じですね。 Hello L 2回ですね。 Hello Hello My name is Yumi、ね、はい、徳永 Nice meet you。 そうですね、あのテンションを低くしてですね、顔から力を抜いて目はどちらかというと死んだ目な感じにしていただいてやるといいですね。だって仕事だから。先生でもなんか死んだ日本人増えませんか。それ外国人が日本人の目死んどるなみたいな。死んだ魚の目が一番ちょうどいい。一番いい発音ができるってことですね、はい、その後だから発音を覚えてからちょっとこうなんか表情考えましょう。まだね、いや本当に上川さんありがとうございました。ちょっと違うアプローチで英語をやってみようと思いました、はい、うん、やってみようと思いましたこれ、はい、本当にこういうことでもしかしたらいけるのかもしれないっていうことをね、うん、学びました。気だるく、はい、死んだ目で死んだ目死んだ魚の目で、はい、死んだ目で頑張ってみます。上川和明さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。なんかやってみます。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、面白い。いや古田さんちょっとびっくりしました、うん、いやでもちょっとねあると思いますよ僕。あると思いますか。日本あのアメリカ人が日本語を真似たさっきみたいな話ですけど、ハローヒーとか。でも中国人がなったらなんかあるよとか、だから違う反応、同じ日本語でも、ね、違う発音になるからやっぱあるんじゃない。そうですね、うん、それでじゃあ学んでいきましょう、はいはい、最後までご視聴いただきありがとうございます。アベマヒルズキャスターの柴田彩です。火曜日にチャンネル登録もお願いします。